ここはやっぱり外したらあかんやろうなと。美味しいもんも多いあるしね。お結構ありますと。はい。兵庫県。はい。豊岡市。豊岡市。ねえ。うん。でこれね、兵庫県豊岡市誰が出たのかなと。これもう忘れて飽きません。うん、はい。このね、元禄赤穂事件では筆頭家老、はい、大石蔵之助の奥さん。はい。陸さんです。はい。ね。大石陸さんなんですかね。そうですね。大石陸さんってあの、豊岡藩が多分京極家だったんですけれど、京極家の筆頭家老に石塚源吾という筆頭家老がおったと思うんですが、そこの娘さんらしいです。だからちょうど、まあ、価格的にはね、大石蔵之助も筆頭家老でしたから、ちょうど良かったんかなという、まあ望まれたの結婚なんやろうなと思いますけど、まさかでもね、生活うまいこといくやろうなと思ってたんやけれど、こんな波乱万丈な火曜サスペンスみたいな。そうですよね。ね。もうこんな打ち入りで、ね、そんななると思わないですやん。ヒットガールの嫁さんやから、もう昼寝して、はい、左打ちはね。イメージ悪いですね。生活できる思ってたやん。それが一気にあの東海テレビのなんかあの昼ドラみたいになってしまいて、えらいことになるわけです。できると思ってたかどうかしたら、もうすごい、立派な。でもね、大石さんの後に、はい、子供さんが3人いるんですけれど、はいはい、まあ、大石さんが、罪が及んだらあかんっていうので、うん、先に離婚されて、はいはいはい、で、陸さんが子供を連れて、うん、で、しっかりと後、後継者を育ててるっていうのは、これは本当に、まあ、奥さんとしては、もう鏡じゃないかなと。後継者をしっかり育てる、養育するっていうのは、本当にお母さんとしては本当にここ苦労があったんじゃないかなと思いますよね。親の強さもね、うん、すごい感じますね、やっぱり。まあ、いろんな思いあったと思うんですよ。うん、もう夫と離れて、はい、ひょっとしたら子供を成長させて、なんかこう、あだ討ちとかなんとも、でもそんなんじゃなくて子供をしっかり育てなあかんと。うん、これ本当に、こう現代にもいろんなね、やっぱりこう、示唆的なね、生き方にもこう通じる。はい、これも豊岡の、ね、あの、兵庫県の陸さんなんですけれど。なんとね、陸祭りってあるんですよ。ああ、そうなんですね。うん。あのね、第三土曜やったかな。はい、10月の第三土曜に、毎年やってたんです。はい、なんかそれは大石陸美女コンテストみたいな感じですか？そんなあったんですか？各地に美女いますね。美女は美女じゃないですか。本当にもう本当に陸さん。あと探しに行きやから嫁さんこうまたどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのまあただね、あのまあ後継者の問題とかあって、はい、まあ、第20回で残念ながら終わっちゃった。20回、うん、いつそうだったんですか？いつからやられとっていいですか？いつからやられたかな、ちょっと僕も定かじゃないやけど、まあ、20回まで続けられたんですけれど、はいはい、であのやっぱりあの後継者がやっぱりあの70何歳かならはって、はい、後に続く人がいないっていうので残念ながら20回の歴史をこう閉じたわけですが、でもね今回、このやっぱりいろんな地域の方の助けがあって、はい、この映画ができるっていうことでね、僕らも逆輸入じゃないんですけど応援したい、はい、こんだけ20回もね、はい、やった歴史もう一回肉祭りをやっていただいて、ぜひやってもらいたいですね。本当にもう豊岡からまたこういろんなこのもう輝くね、はい、陸さんを集めて、うん、本当にまた盛り上げてる豊岡を盛り返していきたいと。盛り上がっていきたいですね。ね、盛り上がってもらいたいですね。そう思いますよね、やっぱりね。多くの陸さんを集めて、そうそうそう、多くの陸さんややこしいな。お前も陸、私も陸ですって。お前も陸だったのかみたいなね。そういうわけなんですか？違う違う。まあ、ほんでね、今回我々の映画でね、はい、まあ、その、現代版の方は、はいはい、美穂さん、レクさんではなくて、美穂さんというお名前出て、はい。あ、実際、現代版では、その、うん、市長の奥さんとしてやられてるわけですね。そうそうそう。ほんで、先に手の内言うたな。いやいや、で、山口翔先生、原作者の山口翔先生に、はい、この、美穂さんってどっから出てんのということでも聞いたんですよ。はいはい、陸さんって名前ちゃうんじゃないですか。陸じゃ、美穂さんどっから出てんのって言ったら、阿久市長の、群れ市長の
奥さんの名前らしいですね。知らんだなんて話です。知らんだなんて話です。大石蔵之介が現代で、あの市長役市長というのを。あ、そうです。あ、そうそう、ごめんなさい。まあ、天の声がありました。なぜ市長がの奥さんの名前を入れたかって言ったらね、大石蔵之介さん、江戸時代劇の方は大石蔵之介さん、現代劇と一緒に動いてますんで、その市長の奥さんが、美穂さんというのに出てる。蔵之介の意思を持って、現代の、ドラマに移った時に、市長の奥さんとして、演じてるわけですよ。で、そのお名前が美穂さんです。美穂さんの由来を聞いたら、群れ、赤穂市長の奥さんの名前やったと。さっきの僕はあのそれを説明したつもりだったんですけど、全然言葉足りてなかったです、ね。そう。それを説明したかったんですよ。それをがっつり先に手の内言うか。手の内じゃなかった。もうネタが尽きるやないか。しかも中途半端な説明の終わり。全然言葉足りてなくて、なんかその説明ができてなかった。めちゃめちゃ中途半端な上に、先手の内。取り直しましょうか。いやいやいや。もうこれはこれでいいんちゃいますか。うん、いやまあまあ一回群れ市長に、はい、あの美穂さんの名前の由来は、はい、後でゆっくり聞きましょうね、はい、どうなってるのか。まあまあとりあえずとにかくね、うん、本当にあのなんていうかね、あの陸祭りね、20回まで続いた陸祭り、はい、この映画祭で盛り上げて、はい、このねこの阿呆物語で盛り上げて、はい、もう一度、第1回から陸祭りやるのか、21回の陸祭りやるのかは分かりませんけれど、応援していきたいなと思っているところでございます。はい、だから今日は、豊岡をちょっと取り上げてみました。はい、豊岡。皆さん、よろしくお願いいたします。